今月のお題は、おしゃれして出かけたいリゾートスタイルです。コロナのこの影響で、どこまで行けるか、ちょっと海外は無理かもしれないけれど、近くにお出かけするときどうぞおしゃれをしてお出かけいただきたいというのが我々道場の考えです。今日はですね、僕以外、師範代をお招きして皆さんにそのテーマで、スタイリングを披露していただきたいと思います。どうぞお楽しみ。今日のジャケットはトキトさんです。これ一枚仕立てパイピングもおしゃれで、麺です。それで中の T シャツ、ドレスティーはアンドリーさん、首のスカーフは、フェアパックス、パンツもトキトです。で靴は今日はドレススニーカーにしてみました。ドレススニーカーでロックボートですね。これ見た目はかなりウィングチップのヌバックにいい感じなんだけど、本当これさすがアディダスっていう感じぐらい、もうすごい履きやすくてびっくりです。でバッグは、これはもう今は売ってない、インシェの、ロイドクロージングのラゲージ、ロイドラゲージですね。これすげえ気に入ってるんですけれど、でかすぎてなかなか使えないという、そういう代物です。それではゲスト師範代のスタイリングを見にお出かけしましょう。最初のゲスト師範代はヒピハッパのデザイナーの加賀さんです。加賀さんはすごくね、面白い服を作るんですよ。でも面白いんだけどちゃんとしてるっていう、クロート寿司の面白い人たち人気のあるぐらいです。加賀さん、あの今日の着てるスタイリングのちょっと申し訳ないの、今日の着てるのはトラックアルーのライトグレーのスーツなんですけど、ちょっとリゾートっていうことで、まあ、あの東方のパンツと、このジャケット自体は2パーツジャケットって、身頃が1枚の型紙と、あと袖が1枚で2パーツ、2つの型紙でできているものなんですけど、まあ長年やってるんですけど、かなり出来合いとしては軽いものですね。基本的には型紙は1枚ですね。でポケットはただ折り上げてるだけと、身頃は畳んでるだけで、あとリゾートっていうことで、シャツも簡単に蝶ネクタイしているように見えるだろうということで、まあ、襟にギミックがあって、まあ、ホワイトタイプしているようなもの。さりげんでもやっぱりそれですね。そうですね、カムですね。一応シャツなんですね、一応そんな感じにはしてます。いや、もういかにも楽そうな感じで。そうですね、だいぶ楽には、そうですね、でもすごくきちんとして見えるし、はい、いいですね。まあ、これどう見てもスーツですよね。でスーツなんだけど、もう着たらパンツはパジャマのパンツみたいだし、だからパジャマ着てるみたいな感じなんですよね。その軽さと快適さでスーツに見える、素敵ですね。でこれだと多分あれですね、リゾート地に行かれた時にバラしていろいろ着ることができますよね、はい、パンツだけとかも使えるし、だからなるべくこう荷物少なくしたいじゃないですか、リゾート行く時って。僕なんかはなるべくね、バッグ一つがいいんですよ。する時にうまくこう兼ねられる、このパンツだったら例えばそのパジャマみたいだから上にそのボーダーの T シャツかなんか着ただけでもかっこいいとか、いろいろこうなんていうんですか、ミニマムだけれどそのマックスのっていう、なんかそんなスタイリングっていう感じがして、とてもいいですよ。しかもあとこういうところのこうデザインがシンプルなんだけど、こう効いてるでしょ、非常に。だからグレーの上下で白、グレーと白のツートーンなんだけど、すごくね、なんていうんですか、物足りない感じがしない、ピシッとこう決まって、いい感じでこうスパイスが効いてるっていう感じじゃないかなと思って。それでもヒピハパの服全体見えますかね。そうです ね、もう何年ですか。もう平成4年からですから、じゃあ26年、そう30年です。そうですね、あれ31年でした。もう全然忘れちゃう。2000何年とかそれじゃない、分かんないから時代でしたよね。もう今令和になっちゃって、訳分からないですよ。まあそんな変えないことでやる青山さんに強い。いやいや、とんでもない、とんでもない。でもいいでしょ、皆さん。はい、次なる師範代、シップスの雨宮さんです。どうでしょうね、シップスさんね、セレクトショップの老舗ですけど、もう雨宮さんはその中のもう多分古くからそのストーリー、シップスストーリーを多分よくご存知の方で、
もう本当に多分ファッションの流れも何から何かま何までかご存知な方だと思うんですけど、やっぱりポイントはこのアクセサリーですね。スーツにあのターコイズ、普通の人は似合わないですよ。そんな今日は阿部美代さんに、おしゃれして出かけたいリゾートスタイルというテーマでスタイリングをご披露いただきます。よろしくお願いします。はい、まずこれあのちょっと海に行こうかなっていう、下田の先にタタドっていうあの浜があるんですけど、そこにビーチコテージがありまして、昔若い時ちょこちょこ行ってたんですけど、まあ、海外も行けないんでこういう状況で、そうですね、まあ、伊豆ぐらいに行くっていう設定です、はい、でジャケットですが、これはあのサウスイックですね。サウスイックのシアサッカーの定番の形です。はい、でシャツは、サロバトレピッコロってナポリの、リネンの、ワンピースです。ワンピースから。ショーツはこれ太いですけど、ブルガショーツで、イギリスグリーンでしょうか。多分昔あの三浦で売ってたものですね。非常にも古いです。それとブジブジのショーツでソックスと。オールデンの白のスエードのタッセルと、そういうところです。で今日はちょっとあのアクセサリー腕と指はあのターゴイズやってますけども、まあ、ちょっとリゾートっていうことで、ハワイで買ったシードレイを、してみました。なるほど、そんなところです。なるほど、素晴らしい。その三浦&サンズのその時代のそれはオリジナルですか。いや、これは軍門だと思います。軍門の、あ、じゃあその頃はじゃあその軍の、あの払い下げだとかそういうのも売ってたんですか。一部軍みたいのもありました。そんな感じで。そうですか。そう、じゃあもう40年とか。あ、そうですね、40年ぐらいは経ってます。そうですよね、はい、サウスウィックは今の時代なんですか。これは今のとスタイル変わりませんけど、でもこれも15年ぐらい前とか、そんな感じですね。でもなんかいい感じに、あれですか、家で洗ったり、家で水洗いしてます。やっぱりね、ネットに一緒に入れて、あの水で。あ、裏地は釣りませんか。いや、少し切れてると思う。あんまり関係ない。あ、本当ですね。直しなくて、安全ピンで止めてますけど。本当にあのアメメさんにしかできないスタイル、我々道場が目指すこの個人の個性あふれるスタイルから応援していきたいと思います。あ、でもかっこいいな。渋いね。あ、3人目の師範代を紹介します。ファッションライターの長谷川くんです。こんにちは、長谷川です。よろしくお願いします。長谷川くんはあのあれです、ファッション誌であの一緒に仕事をすることもありますけど、オートバイなんですね。一緒にね、熊本にツーリングにも行きました。実はもうこのスーツの話はちょっとあんまりしたくないんですけどね。してください。あの実は私が前持ってたものですから。そうです、いただきました。青柳さんは僕より大男だと思ってたんですけど着てみたらぴったりという。それね、そういう風に言ってるやつが多い。実はどういう体型なんですか本当に。変な体型だ。腹はすげえんだけど36なんだよ、ウエスト。僕もそうだよ、ね、多分ね、これこのジャケットね、これトキトもこれ着てもね、はい、意外にいい線いくと思うよ。そういうことなんですよね、きっと。上はそんなでかくないんだよ。でも52だもん。これだって52。そう、僕も大体52でしょ。そう、これも52。そうだよ、ね、それではコーディネートの説明を長谷川くんご本人から。僕からですか。はいです。これは、まあ、今回お題をいただいたのが、夏におしゃれして出かけるリゾートスタイルということで、僕なりに考えて、まあ、夏のスタイルってこう緩みがちな時にあえてセットアップで、ちょっとおしゃれ感をアピールするということなんですけども、そんな時にこう最近 T シャツでまとめるっていうのも一つの手なんですけど、やっぱりもうちょっと面白くしたいということで、色を使った、コーディネートにしました。でこの、スーチングスタイルは僕の中では、ちょっとアメリカで有名だったニューポートジャズフェスティバルにちなんで、ちょっとジャズっぽい感じで、仕上げています。
で、まあ、このシャツ、古着なんですけども一応ジャズマンがプリントされてて、ちょっと気分にもマッチするということなんですけども、ポイントは黄色です。黄色みたいなはしゃいだ色なかなか使いづらいんですけども、こうあえて積極的に取り入れることでなんていうかより面白くなるんじゃないかと思っています。もう見れば分かる通り靴が黄色、シャツが、まあ、黄色いシャツじゃないんですけど、これ黄色いシャツだとアホっぽく見えるんでちょこっとだけ使ってるところが多分いいんじゃないかななんて思うんですけど、それとまあ腕元もちょっと黄色っぽい感じで、こういう風に散らすことでなんていうか馴染みやすいっていうんですかね、なんかこう1点だけ取れれてるってちょっとわざわざ感があるんですけど、全体に散らすといいのかなという感じですね。これやっぱりこのシワっぽいところがいいですね。こういうウールのつるっとしたのが、そうそう、この夏の感じがね、こういうところがいいんですよ。でそれでしかもこういうところがこう叩いてあって程よく楽で、でも程よくこうテーラードで、そこがねこのエンジン&ガーメンツのいいところですよ。服って着れば即おしゃれになるっていうと、やっぱ自分のものになってないとダメっていうことは何かっていうと、やっぱ着続けることなんだと思うんですけども、ね、1958年のニューポートジャズをバート・スターンっていう人がオーディエンスっていうか見に来る人もいるんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。彼らがなんでかっこいいのかっていうのはやっぱり自分で着てるっていう、着こなすっていうか着倒すことっていうのが最終的なおしゃれにつながると思うんですよね。第4番目の師範代をご紹介します。こう一点、皆さんおなじみかもしれません、まさしかさん、純子さんにお願いしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日のスタイリングのご披露を一つ。はい、やっぱりリゾートっていうと、まあ、今どうしてもコロナの時期で、あ、もう行きたいけど行けないよねっていう思いでいらっしゃる方が多いと思います。まあ、近場でもいいし、あと本当にもう気分ですよね。ちょっとまあマスクは外はしなきゃいけないんだけれども、まあ、瞬間でもね、まあちょっとカフェが解禁になってたら外の風を渡りながらとか、まあ、そういうところのリゾートで気分を出してもいいかなっていうような服装で、まあ、ギリギリの本当に浜辺でもいいんですけれど、そういったこうタウンでねこういうスタイルにしました。でそれは一つは何がそういうところの差があるかというと、どうしてもその本当の自然があるところだったらやっぱりサンドベージュとか自然に馴染む色をやっぱり着るんですね。まあ、それがやっぱり自然に恩恵というか、そこに馴染んでいくっていうことがスタイリングの肝になるんですね。だけども今この状況っていうのはそこに本当に行けるかどうかが怪しいと。でそういう場合は例えばタウンとかこのまま本当にショッピングに行くかもしれないとか、そういうことが絡んでくるじゃないですか。でだからこそ、まあ、できる実はモノクロコーデをしています。なるほど、これが実は肝ですね。なるほど、なるほど、はい、年にも年にこううまくこう映えるけど、見方によるとリゾートスタイルなんだみたいなね。そうですね、なんか気分、そうなんですよ。しかしまあなんとこう解説してよろしいようなまずこれはスカートなんですよ。これスカートです、うん、はい、やっぱりマキシ丈がいいですね。そうですね、やっぱりマキシはリゾートっていうね、こう本当にね、うん、しょなりしょなりとっていう時に、ああそうですよね、ドレープが綺麗にね、うん、出るんで、スカートはやっぱりこう涼しげであって、まあ、ロング、うん、まあ変なしちょっと汚れてもね、うん、引きずってもぐらいなのを堂々と楽しそうに履いてるっていうのが。なるほど、なるほど、はい、その上はそのコート的なそのブラウスのようながこれね、うん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 、それは何ですかね、何と言うんですか。これもやっぱりガウンですね。ああ、うんうん、やっぱこうサマーガウンっていうね。なるほど、なるほど、こういう楽しい気分を出すみたいな時にはまあ、熟しているんだけれども少しそういった若いブランドの力を借りて、なるほど、なるほど、まあ、そういう空気をとかこれねできればこうマキシにマキシを合わせていく。なるほど、なるほど、やっぱりここの丈がこう中途半端に差があったりとかしない方がやっぱりバランスは取れるか。なるほど、なるほど、インナーは水着なんですか。はい、この下に着てるのは水着で、若い時はねチュッチュッ
しょっていうね、このこれを着ずに。いや皆さんでもそうですよね、子育てとともに着てた水着です。プロポーション変わってないっていうのはすごすぎますね。たまたま入ったんで、それでこの、あのこれね、網のメッシュで、はい、やっぱりそのもう年齢的なものが、あ、やっぱその見せればいいというものではないと思うので、これあの越野色子先生の昔のもので、まあ、ちょっとその水着に重ねて、で、まあ、上にガウンがあれば、あの、まあ、ちょっとセクシーですけど、でもまあそんなに目のやり場にね困るっていうほどでもないかなというふうにしています。で、まあ、こういうネックレスはやっぱりちょっと、さっき都会的って言いましたけれども、あまりにもやっぱりちょっと、モノクロで都会的すぎちゃうとリゾートもいけるので、やっぱこうアクセサリーにはこう自然のこうね、ココナッツものが、まあ、ブラックなんですけど入れていくことによって少しまあナチュラル感そのバッグですね。あ、見えました。それはもしかしたらミック板谷さんじゃないんですか。バレましたか。これ実は娘のカバンを借りてきました。最低。あのミックさんがちょっとね娘のために描いてくださったという信じられないプレミアム作品なんですけど。これあれですね。前から撮っても後ろから撮っても絵になりますね。計算されてますねこれね。さすがですね。後ろからこうね歩いた時も、あ、すごいすごい、ちょっとね興味をというか素敵なカバンねなんて、ちょっとお買い物してる、うんうん、やっぱり気分的にショッピングとかで、カバンって大事じゃないですか。大事ですね。でカゴバッグを持てばもちろんそのリゾートの雰囲気ってすごく出るんですけど、やっぱり最初に行ったタウンっていうものも意識してるんで、本当にここぞとばかりミック板谷先生の作品を背負ってちょっとアーティスティックな雰囲気を出してみました。素晴らしい。我が道場は個性、自分だけにしかできないスタイリングを応援しておりますが、まさにもうその通りのスタイリングです。どうもありがとうございました。ね、サングラスを最後にかけさせてもらって、こういう感じでもありがとうございました思います。いかがでしたでしょうか。皆さんこの4名の師範代のスタイリング個性的で本当にいいですね。うちはアンリミテッド、何かにこうとらわれないスタイルが目指すところだと思うので、どうぞ会員の皆さんぜひ、この今回のおしゃれをして出かけたいリゾートスタイルの投稿をお待ちしております。それから多くの皆さん、チャンネル登録は忘れずに、それから高評価も一つよろしくお願いいたします。引き続きおしゃれ道場、オンラインよろしくお願いいたします。